はい、皆さんこんにちは、おじ TV です。今回もモーニング11アプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今週はチャンピオンズリーグのガチャ。ちょっと来たけど、PSO でやった時増えてるな。ちょっとね、PSO の時125だったんで、はい、158スターズ、まあ、ボックスドローなんでね、でも、まあ、取り切れるよと。でも PSO もボックスドローみたいなもんだからね。まあそうなんだけど。まあちょっと多くなってるけど、はい、30人ぐらいかな。うんまあ、ただ、イベント対象の、まあ、選手がいてということですね。はい、ということで、イベント、まあ、ロナウド、メッシ、イグアイン、ムハンマド・サラ、そしてルロイ・サネ。あれだよね、黒の方だよね、だからね。そうだね。18B だからね。はい、で、サネということで、結構、うん、まあ、いい選手がほとんどもうボーナス選手です。いうことで、まあ、この選手ね、目指して引いていくといった形にはなるんですけど、まあ、この前ちょっといい選手というかね、この選手いいんじゃないかみたいなの、なんかおもちゃ TV の方に動画出してるんで、はいはい、まあそこら辺の選手がちょっと当たってくれればね、いいかなといった感じでちょっと引いていきましょう。じゃあ20連いこうか。はい。これ黒辛いにできるんですけど、何連すれば辛いなんだろう。いや、まあ全部でしょ。かける、だから、250でしょ。おいあいきなりかいシュッティはいああラングレーじゃんこれ紹介しましたよもういきなり来たぞ紹介したの、これね普通結構強いんだよね銀にしては、うん、ラングレちゃん一応もう一個のイベントでオンチャリの1800以下、はい、そうかそうだね来てる、ね、とかも来てるんでなんか非常にそういうのにも相性がいい、うん、ですねまあ1800以下だと、なんだ、星4。星ギリ4だと思う。まあ、1800以上から星5だったんで。あれだよね、なんかまあ入れられるっちゃ入れられる。お、ペロッティですね。なかなかいい選手多いな。いや、もうここら辺まで来ると、ね、本当にいい選手。特に金以上とかだと、もう本当にいい選手ばっかり。スポサブとワンタッチ持ってるね。16ペロッティ。絶対言う。うん。まあどうなんだろうね、15778? まあ分かんない、1回、あ、でも、ずれるか。あれぐらいの確率だよね。とりあえず20連やりますけど、ワーキングコレ。まあね、だ金でいい選手が来れば、まあ、いい子なんじゃねえかというのはあるけどね、スパサブ持ってますね。マノラスもおるから、普通にね。うん、なんで、マノラスも欲しいよね、普通に。まあ、ただ、そこら辺でね、まあいい金とか、まあいい金は結構多いからね、結構引けると思うんだよね、いい金は。おい黒の、あ、パデリコ・ファッシオね。いや、これも非常にね、まあ、紹介はしなかったですけど、うん、強いんだよね、ヘディングが。ディフェンスボール足高いぞ。足がめっちゃやばいっしょ。うん、足がちょっとね。まあ7なんですけど、どうしようかな。一応入れてこうか。まあ、ちょっとスカットもあるんで、うん、一応こう入れといて。そうイベントがやっぱり一番 GP は稼ぎやすいってことですよ。おい、もうずれろよ。え、何これ。ずれろ。マティブ。マティブね。来ましたよ。マティブはもう 18B の方持ってるのかな。でもトレーナーで大丈夫だね。強いな。マティブもね、紹介しようか迷ったんですけど、あの時は紹介しないですけど、まあ紹介しない選手でもこんだけいい選手いるんで、普通にね、選手層めっちゃ熱いから。黒。あんだけすごい黒が 4個も並んでたんですよ。おーいジョー・ゴメスサーセ188だからね、これうん、でかいよね。20歳何の銀の選手が、うん、右も左も先場もできる。ああ、はいはいはい、なるほど。でも足速いね、結構。あ、4かまだ若いからな。そうだね、4だとっていうとこあるよね、ちょっと。若いから。いやー、雷鳴ってくれ。雷鳴ったら、まあ、そうだ、確かに雷鳴ることもあるからな、余裕で。おーい、ずれろ、押しのけい。あれお、横多くない？横多いよ。何これちょっときな臭いな。ちょっと。はい。あー、スキル心配されてるかな。チェイシングを持ってるね。さあ。まあ、あと、金でもね、個人的にはね、全然俺はいいんだけど。まあね、サネとかね。うん、金で欲しい選手多いからな。おい、もうずれろ！おい！え？ふっ！って顔してるね。ベナティアじゃん！ベナティアよく使ってたな、ライブアップデートの時。結構優秀でね、この選手は。うん、強いよね。能力値がね、結構まあ、になっちゃったんだよね。足が速いか、体強いかみたいな。そうそうそう。だ4になっちゃって、ベナトレでもっとあったよね、2017の時。まあそこら辺変わるからね。そう、アゲロとかもさ、めっちゃ高かったのに下がったりとかさ。こうめっちゃ、おいもう行けよもうおいおいテオエルなんでさ、もう出た。何回も出てる。ちょっと待って、これあと1連なんだけど、僕。なるほど。ちょっと。黒が、後半に4つ固まってるぞ、お前。え金あるよ。ベルナルスキか。この選手強いんだけどね。いや、すごいいいな。どこでもできんじゃん。はいはいはい。こういう似てるような選手いるんだよね、俺も。結構。花のお兄ちゃん。いっちゃいましょうなんでそのノリ黒ない亀になれじゃん金はね、金は俺期待してるよ。もちろん。マジ優秀だよね。ニュー。これ黒だったんだよね、マチュイリも。2017の時って黒だったっけ？なんかマチュイリは俺結構黒のイメージあるんだけど、16は黒だったよね、確か。うん、30。まあちょっと落ちちゃったよね、能力値も。スタミナやば。すごいな。チェイシング。やばいよね、そう、マチュイリやばい時あった。入れときましょう。そう、18A のやつ持ってるから、確かマチュイリは。いきなりいいぞ。いいぞ。黒をね。かなり見てる。まあそういうことだな。メッシー。まあこう一回下がるか。え？渋いな。おい。今ね、もうこれはもう取れないや。チェン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 。出まくってるよ。B 持ってなかったっけ？いけ。ライの時にボタンを押す時にライって言うとライの音が聞こえなくなるんだ。おお。GK アリソン。これは結構いいよ。注目されてるよね、今。エデルソン・モラエスとアリソンだもんな。すごいいいな、ブラジル。これいとこうか。低弾道パントキック。どっちがいいんだろう、モラエスと。これ入れて、結構やっぱ金いいな。ちょっとやっぱり、言うて、なんか、150入ってるボックスの、おい！神谷来い！そこだけど、ジビシーなのよ、なんだよ。デブライね。デブライね、もうなんかちょっとウイニングイレブンだとちょっと過小評価されてるよね。まあどうなんだろう。今回のワールドカップでまたすごい活躍してくれれば。技術超いい選手じゃん。もっと分かってくるじゃない。なんかさ、これショットで5っていうのはね気に食わんのよね。なんかもっとやるでしょ。B 持ってた？いやこれ入れとこうか。はい。確か A だったかなデブちゃん。まあね。いや好きだけどねめっちゃ。プレーかっこいいもんね。体ムチッとしててね取られないからね。そう好きな選手だけどさあ金ですわな。ニカデューニュか大当たりみたいなの来ないね。金の超大当たりみたいな。そうだね。おい早いな。でも足早い。これは取れな。雷鳴らしてほしいな。ライが鳴ったら興奮するからね。ベールかメシかクリロナかな。確かいや結構いると思う。4体だったと思うんだよ、確か。グリーズマンいないから。なるほど、なるほど。スペインじゃないから。さあ、金サレとかパウリーニョ。パウリーニョもうね、18B も、18A もすでに60レベルになってて、6突してて、B も。これ大当たりですね、ただ。これただ大当たり。よく来る。これ俺たちが持ってるだけで、これ普通に大当たりです。これ超強いよ。コンディションアンテナ8。これ超強い。ワンタッチパス、チェイシング。これめっちゃいいよ。ヘッダーもついてます。これめっちゃいい。これ超強いですね。これはトレーナーじゃん。18リー持ってんのか。40レベルぐらいのも持ってんね。すごいな。何でレジェンドか。そう、なんかね。レジェンドで多分来てるんだね。副産物で来たんだよ。いや、ちょっとあれだな、でも。黒が。でも一回来たよ。ライコ。なんか、歓喜。歓喜のイエーイナインゴランが欲しいな、俺。いやー、どなのナインゴラン来ちゃいなよ。どうマルキージョ。渋いやつ来たね。マルキージョはね、まあ、渋めよ。ちょっと渋いね。能力値高いんだけどね。ちょっ使ってみても面白いかもしんないな。まあね、使ってみたことある？ない。そんないないもんな。持ってる持ちも持ってますよ。あれだ、プレイスタイル何？アンカー。アンカーか。怖くはないよね、別に能力値は全然。ちょっとこれ使ってみたりとかする？いや、チャンピオンズリーグのやつちょうどイベント来るから、ちょっと一応取っときましょう。いやいや、取っとく取っとく。チャンピオンズリーグのやつで回ってる。いやー、まあまあまあ、いいでしょう。一応2個来たな。そうだね、今のところ。だから一応20連で1回は来てるみたいな。1回は1回ずつは来てるみたいな。ここで金でね、もうボーナス選手は来いよ。はい。ああ、デンベレか。これもでも当たりですよ。デンベレもいいよね。非常に使いやすい。アプリは特に使いやすいね。ちょっと PSO 癖あるんだけど。すげえ癖あるよ。ほら、これ能力強い。強い強い。逆足頻度も精度も高くて。はい。これ入れときましょう。これとね、持ってるんだもう。持ってる持ってる。B の方持ってたな。もう B の方とか A の方持ってたんだけど、塗り替えて B の方に。ああ、なるほど。B の方にも結構来てるから、デンベレは。さあ、来い。32人あといるからな、黒。はい。いや、結構金来るよね、まあ、金は来るね。金は来るわ。バネが。まあ、しかもいい選手は結構来るね、やっぱり。パウリーニョ、デンベレ。うん。別に全然やっぱり強い選手が多いよね。5か。バネが悪いね、トレーナー。ナンバー10や、こいつ。ラストか。いや、マジでもう終わり？くそ！楽しい時間も終わりです。うわーほんまに、うん、ちょっあーなったライトライトライト。いやいやいや、えドーンメッシロンナースアレスかー。やはりか。スアレスか。まあそうなるわな。スアレスボーナス。いやギリ違う。うわなんだよギリ違うやつきた。さあボーナスではない。ナスじゃないのではない。いや、わかんない。最後確認してみようか。いや、でも一回来たわ。29.3% だわ。結構やっぱ来たね。なんだかんだ最後後半は3回。まあでもスアレス超強いかんな。いや、強いよね、普通に。いや、スアレス超強くない？やっぱ決めるよね。超決める。決めるって、これ入れとくでしょ。そうだね。ちょっと待って、ボーナス選手一応確認してますね。こう押してね、最初のあの画面に映ってんのがボーナス選手だから。あ、いや、いやー、くそー。ギリいない。ギリいない。ちょっと待って、何があと、はい4人なんだよね。4人のうちみたいな2人がボーナスで、だから要はスアレスとベイルはあれだったっていうことなんだよね。メッシとロナウドなんだよね。なるほどね。いやでももう結構、でもやっぱ本当にガブリエル・ジェイスもそうだしね、うん、いい選手が多いな、こうやって見るとね。まあそうだね。かなりいい選手多いんで。まあただボックス数も一応120から30増えて150になってるんで。158だからな。まあちょっとそこら辺はね、微妙っちゃ微妙なのかもしれないと言った感じで、まあそんなに無課金とは効かないかな。そうだね。まだだね。という感じかな。はい。ということで、また次回のショーする。ボー